ノヤブリスクとは、ロシア連邦フラル連邦管区山ロネネツ自治管区の都市。ノヤブリスクは山ロネネツ自治管区で最大の都市であるが、管区の主婦はサレハルドに置かれている。また、位置的には、同じチュメニ州に属するハンティマンシ自治管区のすぐ北側に位置している。また、シベリア西油田の中部に位置しており、油田開発等が盛んな町である。 スルグとより北に3 0 0トルの地点に所在する。市内にはチュメニとノビュレンゴイトを結ぶ鉄道路線が通っており、石油産業において重要な役割を果たしている。また、市外より1 0トルほど西に進むと、ノヤブリスク空港が所在し、大型の飛行機も着陸できるようになっている。そこからは、モスクワやサレハルド島に行く飛行機が発着している。また、 市内は南側にあり小さいのヤブリスク1と北側に、あり大きいのヤブリスク2に分かれており、それぞれが鉄道駅を有しており、そこでは初めて旅行に来る人々を見受けることができる。この町は1975年、ヘリコプターによる上陸部隊が一夜区川に上陸した。この時、これもゴルスコイエー伝の開発が始まり、翌1976年の1月、 鉄道建設者の一行がやってきて、関東班に入植地を建設し始めた。そして、11月に入植地は完成した。そして、ノヤブリスク駅を中心として発展していき、1977年10月26日には、公式に入植地として記載された。この時、名前は、カントコにちなんだカントとは記載されず、ロシア語で、 入植地の完成した11月を表すのやびリスクの名前で記載された。その後は1979年11月12日に都市型集落へ昇格し、さらに1982年4月28日に町へと昇格した。1989年、2002年、2017年以外は推測地。また、町の平均年齢は30歳強である。 ノヤブリスクの環境で言えることは、炭化水素の開発が中心となっている点であり、ノヤブリスクの資源は2つの有名な企業によって管理、されている。ガスプロムネフとのヤブリスクネフテガスは、渋ネフチが援助している有名な石油会社であり、ヤマロネネ通じ地管区では、最大、ロシアの石油総生産でも6%を占める、会社である。天然ガスではガスプロムを率いる3部門の一つ、 ガスプロムドビチャノヤブリスクが毎年850万平方メートルの天然ガスを生産していて、町の周辺にあるガス田を管理している。ガスプロムドビチャノヤブリスクの生産量は、ガスプロムの年間生産量の9.3%に相当する。町の北東には、ビンガプロブスコ営エガス田とビンガキンスコ営エガス田が、北西には、 コムソロムスコーエガス電とザッパドのタルコサリンスコーエガス電が存在する。産業における割合ではガスプロムドビチャのヤブリスクが最も開発に費用を投資している。この会社もまた事業計画や天然ガスの扱い、天然ガスの管理等の面で町に貢献している。加えて1000以上の企業が石油や天然ガスを町に供給し、交通網の発展に貢献している。 最も古い新聞は、セバールナやワクタで、1983年1月より、刊行されており、2007年より、週3回、ノヤブリスクだけでなくその周囲のハニミー、ビンガプロブスキー、ムラブレンコ、コルミーでも刊行されるようになった。他には、レギオン57という地元紙があり、自動車のナンバープレートが、同じ地域向きに刊行されている。 さらに、スロボネフチャニカという地元市も存在する。また、ラジオではラジオのヤブリスク、テレビチャンネルミック、テレエクスプレスが、ラジオ局を有している。1977年に、初めの学校が開校し、なんとか学校が開校できた程度であったが、現在では14の学校を有し、教育大学、全日制学校、子供の美術学校や音楽学校、 自動車学校等が存在する。高い教育を施すため、文校を発行と、チュメニアトムスク等のロシア国内との定型学校を4校、有している。ノヤブリスクは、多くのスポーツを行っており、芸術的なスケートリンクや、屋外のスケートリンク、クロスカントリー場屋内プール、ジム、サッカーやバスケットボール、バレーボール、テニス、卓球、マーチングバンド、 トレーニング、ボクシング等に使える屋内競技場を有している。第6学校付近には屋内スケート場が街の中心部近くにはプール、ジム、コンサートホールを備えた文化体育複合施設、ヤマルがある。また、モトクロスにおいては年1回競技場にてヤマルモトクロスカップが開催され観光客を集めている。それ以外にも産業労働者や 住民のために町内には映画館やショッピングセンター、居酒屋等が存在する。また、夏の間、町より2キロメートル北方に存在する、関東ではバーベキューやウォーキングが楽しめる。少し遠くに行くと、スベトロエコ、スゼムチュブノエコも存在する。また、秋の初めまでならば、森や沼町でキャンプやハイキングのほか、果実や時計の採集もできる。冬になると、 クロスカントリーの同好会が居住地区の西で活動している。また、中心部の中核企業の事務所周辺の公園では、数週間、氷の宮殿と呼ばれるものが作られ、展示されている。また、公園には観覧車が存在する。野ヤブリスク修演センターは、美術館、調子館、子供芸術館の3つに分かれている。民族史に関する物品も置かれているところで、 種々の博覧会が催されている。2007年には年一度のヤマル半島芸術計画祭で大賞に輝いた。その他にも町には独祖先の記念館があり、そこには伝統的な灯名も存在する。ロシア正教会のミカエル教会が丘の上にモスクと共に存在している。ノヤブリスクはソビート連邦時代は閉鎖都市であり、精通した職業人が多く、 保護されていたため外部の悪影響を受けなかった。1990年代に閉鎖都市で亡くなると、石油や天然ガス産業の立地によりソ連崩壊後の経済混乱の中でも比較的高い生活水準を維持していた。この地域は周辺地域より砲薬物の密売人等による悪影響を被ることとなった。その他にも若者による重犯罪や汚職も増えた。 テレビ等でこの状況が放映されると、国と市民団体はこのことへの対処を始めた。また、2009年には市長が刑事事件で裁判所に送られた。検察によると、彼はまだ権力がなかった頃に、地方の財産を企業に横流ししたとされている。ありがとうございます。